こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が世界に誇る優秀な双流型潜水艦。しかし、その潜水艦の欠点をなぜかオーストラリアが指摘しています。もともとオーストラリアとは因縁のある双流潜水艦。手に入れることのできないものに対して逆に嫉妬心を感じたのか、はたまた酸っぱいぶどう理論なのかは不明ですが、日本を蹴って選んだフランスの潜水艦が未完成のままなのに、日本の高性能な潜水艦を見ては穏やかな気持ちではいられなかったのでしょう。そんなオーストラリアの声にいち早く反応したのが、日本の隣国韓国です。では、まずオーストラリアの声を紹介しましょう。そう、流派自動化率が低い。ということは、乗務員が多く必要になるということ。事実、オーストラリアのコリンズ級潜水艦は58人乗りなのに、そう、流には7人も多い65人も必要という。ハードな任務ゆえに乗組員不足が問題となっている潜水艦乗務を考えれば、人員を多く必要とするのは致命的な欠点である。双流派4200トン。しかし、これは水中での大きさなので、基準排水量は2900トンである。コリンズ級潜水艦の基準排水量は3100トンで、水中では3400トンにもなる。ということは、実質的な生活空間は、そう、流よりコリンズの方が広い。乗組員の福利厚生面でも、コリンズ級が勝っている。コリンズ級は乗組員一人当たり1ベッドが割り当てられているし、全員が一度に食事できる広さの食堂も完備されている。そう、流にはこんな広さも設備もない。そう、流派航続距離が短い。コリンズ級は1万1000マイルもあるのに、そう、流派6000マイルと約半分。そしてスピードも呪い。エンジンの出力が小さい。双流は、ディーゼルエンジン2機を合算しても3900馬力だが、コリンズ級は6000馬力。予備の2000馬力を除いても、これほどの差がある。上記の指摘を受けた日本は、そう、流の改造に取り掛かりました。そう、流の全長を 90m 以上に延長して、乗組員がくつろげる生活空間を増やしたのです。エンジンについては、リチウムイオン電池を追加し、29SS 次期潜水艦、新型3000トン級潜水艦に採用予定の新しいテクノロジーを前倒しの形で取り入れると決定しました。また、潜水艦にとって命取りとなる水中での行動音を減らすために、新型の吸音タイルや振動低減装置を設置し、オーストラリアの気候に合わせて再調整を行い、
オーストラリア仕様に近づけたのです。これ以外にも、ベッドのサイズをオーストラリア人用にと170cm以上に変更しました。女性士官用に女性用の専用スペースも追加しました。多様な趣向に合わせて炊飯器を取り払い、万用のオーブンを置きました。時間での一服用にアルコール飲料用の冷蔵庫も追加したそうです。なお、そう、リュウには洗濯機がありませんが、オーストラリアは乗組員用の洗濯機を追加せよと要求していました。では、オーストラリアの指摘に対する韓国のコメントを紹介しましょう。そう、琉球は基準排水量と水中排水量の差が1300トンもある。びっくり。そういえば、我が国の KSS-3、島山安正弘級潜水艦の乗組員も、50人くらいでは?水中排水量が3300トン位だから、居住性なら KSS-3 が、総流に勝っている。総流派輸出したことがないから、詳しい性能はわからない。基本的な武器の性能はこの際、考えないとしても、居住性に、問題がありそうだし、プライバシーを最優先するヨーロッパとかには売れないだろうな。日本の、そう、竜がオーストラリアから蹴られた最大の原因は、日本とオーストラリアで潜水艦運用方法が違っていたことだ。日本は水中でじっと敵を待ち構えている。方法が第一としているけど、オーストラリアは、そんな使い方は全然考えていないんだよ。日本の潜水艦の基準排水量と水中排水量は、なぜあれほどの違いがあるのだろう?日本の潜水艦は、潜航深度が非常に深いんです。ですから、潜航するためのタンク容量も大きくなっている。日本は基準排水量、私たちは水中排水量を基本に考える。2900トンというのは基準排水量。基準排水量と水中排水量の違いは検索して確認してほしい。そもそも、日本の潜水艦はとてつもなく重い。タンクが満タンになると潜水艦が水中に沈み始めるが、日本製はとても重いから大きいタンク、大容量のタンクを積まないとの浮上できなくなってしまう。日本製潜水艦が深く潜航できる理由がこれ。深く潜るために船体を分厚い特殊鋼鉄で作っているので当然ながら重い分浮力も必要になるからタンクも大きくなってしまう。というわけで基準排水量と水中排水量の差が大きくなる。はっきり言って潜水艦が深く潜れるのは、日本のテクノロジーが優れているからではない。本体を単純に分厚くしているからだけのこと。韓国だって、潜水艦の装甲を日本と同じ厚さにしたら、同じくらい深く潜れるものが作れるはずだ。
では、日本の反応をこちらで確認してください。さすがに、今時の身長で160平均はないだろう。高齢者ならともかく。というか、あまり潜水艦の運用もしたことがない国に、きちんとポイントを押さえた。問題点が挙げられるのか？いや、平均身長160は、現役の自衛隊員と全然違うだろうけど、日本の全人口で平均したら、高齢者人口が圧倒的に多いんだから。そう、竜の設計は間違ってはいないのかも。乗組員20名って言ってるけど、長期任務を負わない、いわゆる沿岸任務用の。潜水艦と外洋で、長期航海任務のある潜水艦を比べるのがおかしい。長期用の通常型潜水艦だったら、オーストラリアのコリンズ級と比べたら、自衛隊の乗組員が多いのは確か。だけど、自衛隊の運用規定があるから、人数は決められているんだ。具体的には、万が一潜水艦の装置が故障した時のために、ほとんどの系統を自動と手動の2通り用意している。だから自動装備が壊れたとしても、手動で対応できる人数を確保しているというわけ。ほんの些細な故障でも、大事故につながる恐れのある潜水艦だからこそ、最大限の安全レベルを追求した結果としてこうなった。その証拠に、余裕のないロシア潜水艦などは、装置故障がすぐさま浮上不可能という、大変な事故を何回も起こしてる。分厚い鉄板を使えば深く潜れるというわけではない。分厚い鉄板使用、重量増加、浮力を確保するため、船体が大型化、大きくなった分、分厚い鉄板を使っても逆に水圧には弱いという。メリットデメリット双方ありの関係に、深く潜るには重いものよりむしろ軽くて強い材料を使用すべき。だから旧ソ連はチタン合金というとんでも荒技で、アルファ級潜水艦1977年製造を作ったとさ。でもチタンは吸音性性能が悪い。気をつけなければならない潜水艦にとっては致命的。チタンを使ったから深く潜れるとは言うものの、その触れ込みも出所が旧ソ連だから眉唾者という噂。潜水艦技術に関しては購入希望の国でも防衛に直接関わる部分だから、内容はほぼ極秘。聞かれても答えられないだろう。相手国の運用方法を聞いて、それに合わせたものを作るというしかできないわけだ。そういう中で競争相手と比較されるのは、コストと耐用年数だけではないか。などなど、オーストラリアに韓国が対応し、韓国に日本が対応し、と、三つともへの様相を呈してきましたね。オーストラリアから始まったこの展開は、個人的には冒頭に書いたように酸っぱいぶどうではないかと思われます。